富士屋プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、こんばんは、スノーマンの山本ひかるです。どうも、みんなの万能調味料こと小工場の向井康二です。富士屋プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、今夜はこのコンビでお送りします。ありがとうございます。始まりました、よろしくお願いします。もう12月になりました。このコンビはですね、はい、去年の7月以来3度目のコンビです。あら、だから結構空きましたね。あ、そう、1年ちょいぐらいですかね。そんな空いてるようには感じませんけどね。本当ですか？僕は空いてるように感じましたけどね、うん、あら、やっぱ価値観というものは人それぞれ違いますけども、まあ皆さんはどうですか？久しぶりと思うのか、あ、また来たねこのコンビと思うのか、まあそれはもう自由にね。はい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 。あ、また髪の毛染めた、それ赤いの、うん、入れ直したよね。10月からお送りしてきた全国ツアーも残すところあと少しとなりましたが、ね、今回のツアーどうですか？楽しんでますか？俺はもちろん楽しいですよ。お、もういろんなとこ行きましたから、うん、最近やと静岡ですか？そうですね。ね、静岡に行った頃か？そうだよね。うん。静岡も楽しかったね。そうそうそう。だから今回だったらね、それこそあの、ショートの30歳の誕生日とか、安倍の29歳の誕生日とかも、そうですよ。コンサート当日だったんでね。いやー、ライブはいいんですよ。声もね、出せるようになっちゃって。そうだね。はい、だからなんか、また、その、声出し前に見に行ったよっていう方たちもね。確かに、ね。なんかまたこう見に来れて、そうそう、みんなでこうやって盛り上がれるようなね。そうそうそう。そうなんですよ。でも、はっきり言いたいのは、こう声出しあるのはすごい楽しいねんけど、うん、なかった時期もめちゃめちゃ楽しかったっていうことはね、うん、声を大にして言いたいのよ。うんうん、そうですね。そう、だから。まあ常にこうね、う、支えてもらってる皆さんのありがたみを感じながら、そうです、今楽しくツアーできていると。ありがとうございます。なんか喋ることありすぎて、俺多分今日コーナーいかんでも喋れるかもしれない。そして SNS で使っていただきたいこの番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグそのまんまです。一番大事、聞きながら感想をつぶやいてこの番組を盛り上げてください、はい、それでは今夜もスタートです。はい、富士屋プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、この番組は富士屋の提供でお送りします。スマイルスイッチ。どのチョコ買おうかな。これから決議を始めます。議題、今日私が食べるチョコ、意見のあるもの。はい、今日は仕事でミスしてストレスが溜まってるので甘いやつがいいです。意義あり。先日もそうだったので今日は甘さ控えめなものがいいです。ちょっとサクッとした感じのもいいな。やっぱり新商品じゃない。そんな時はミルクパレード。新発売のルックミルクパレードなら、味わいが違う3種類のミルクチョコが楽しめちゃう。どれから食べるか買ってから迷ってくださいね。迷える、選べる、楽しめルック、富士屋。富士屋プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、番組前半はスノートークの時間です、うん、近況を話したりメールを読んだりゆったりとスノートークを繰り広げていきます。はい、それではリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。おいよ、じゃあコージからいきましょう。今日もすごい、もう文化放送のファックスが大変なので、はい、この時間があれなんで、あ、そうか、読んでも、はい、お願いします。どれにしようか。もう持ってんだよ、早く読んで。皆さんストップ言ってくださいね。これ OK、 俺のターン、ドロー、お願いします。スノーマンの皆さん、こんばんは。こんばんは。第73回紅白歌合戦出場おめでとうございます。ありがとうございます。今年の年末もスノーマンの皆さんと共に画面越しではありますが一緒に過ごせることをとても嬉しく思います。ん、毎年大晦日は、実家にね帰って両親と共に紅白歌合戦を見るのが定番になっているので、今年も紅白歌合戦を見ながら、この方々が私の大好きなスノーマンだよ、めちゃめちゃかっこいいんだよと両親にアピールしたいなと思いますと。年末まで残り1ヶ月を切ろうとしていますが、今年の最後まで皆さんが怪我なく体調を崩さずお過ごしになれることを心から、願っておりますと。ありがとうございます。紅白歌合戦の放送を今から楽しみにしておりますということで、ね、福岡県のマリナさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、ね、今年もありがたいことに73回ですよ、紅白さんの方にね、はい、出させてもらえるということで。ありがとうございます。うん。やっぱね、発表も今日ギリでね。
そうだね、うん、嬉しいね、こう出ますよって言われる瞬間は。あ、俺らがね、はいはい、はい、うん、スノーマン、ま、ジャニーズ他も出ますから、うん、なにわ男子も初出場ということでね、お、あれよ、おめでとうございます。素晴らしいですよ、負けじと僕たちも頑張りたいなと思いますので。おみそかですよね。え、だからもう今だってこれは12月の8日でしょ、はい、もう1ヶ月切ってるわけじゃないですか。そうですよ。大晦日何すんの、もし終わってからやん、大晦日が終わるやろ。で今回あれあるんかね、ジャニーズのやつカウントダウンってこと。そう、あるんじゃないんですか。あるんかね、僕らも今知らない状態なんで、うん、もし分かり次第あのメールで教えていただけたら嬉しいです。これ何、それリスナーさんに言ってる。そうリスナーの皆さんに教えていただけたらと思いますので。恒例ですからね、はい、なんかその年の瀬やっぱりね、まあ画面越しではあるけど、やっぱり皆さんとね、うん、そのなんかハッピーニューイヤー迎えられたらいいなって思ってます、はい、ね、家族でね、はい、みんな過ごしてくださいということですよ。じゃあテルニー、あ、今日は手紙いっぱい読むいいです、特別サービス。じゃあ僕読みますね、はい、大阪府、あら、バンギャ兼スノタンのアキさんからです。あら、スノーマンの皆さんこんばんは。こんばんは。先日発表がありましたが、ヒカルくん、コウジくん、ジャパンエキスポタイランド2023参加おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私の父がタイで翻訳の仕事をしているので、早速父にも伝えました。そうなん、海外の方にもスノーマンを知ってもらえる機会が増えて嬉しいです。嬉しい、ね、寒い時期ですが頑張ってください。これからも応援しています。あら、そうなんです、ありがとうございます。タイにね、テルニーと僕でジャパンエクスポの方にジャパンエクスポ参加させていただきますからね。俺とコージで行かせてもらいますね、はい、今年はね2人なんですよ、来年です、ね、そう、あ、そう、来年か、はい、来年は2人で行かせていただくんですけど、まあなんかいいよね、なんかコージのふるさとに、俺のふるさとに行ってイベントに出てね、イベント、お、イベント喋りますよ、イベント、イベントで喋りまくりますけども、やっぱタイ語も今勉強中で、はいはいはい、はい、昨日もね、あのお仕事でタイの方とちょっと喋ったのよね。タイの方と、そう、昨日ちょっとね、ほう、タイの方とねお仕事する機会があったのよ。おー、なるほど。ちょっとバラエティなんですけど、バラエティでタイ、バラエティのタイの方と絡む機会がありまして、でそれで結構ねタイ語やっぱし通じるんだよね、うん、結構通訳の方がいたんだけど、うんうん、その人よりも通訳できた。すごいじゃん。そうそう、だからちょっと自信にもつながったんで、ちょっと存分にタイに行った時はコージに甘えようかな。ダメです、今テルニーに教えてるから。こんにちは、こんにちは、コップンカ、違う、それありがとう、こんにちは、コップンカ、それありがとう、教えたやろ、こんにちはは、あー、もう文化その日常ザムービーでもちょっと岩本兄弟のタイ語講座っていうのをちょっと撮ったんで、今上がってるかもしれないけど、すいませんみたいなあったよね、すいませんはことたそうだことたこんにちはは、うん、サーディカ、女性はサーディカ、ありがとうがコップンカ、コップンカね、そう、覚えた、その3つを、はい、とにかくしごかれてます 今ちょっとね、定番のやつをちょっと皆さん定番のやつ覚えていただいて、お決まりのやつね、はい、はい、ぜひね、あ、本もね渡すから、あ、タイ語の、タイ語入門、ちょっと、うん、俺が今おすすめの、頑張るわ、はい、いい単語帳ありますんで、ぜひ、でもしかしたらこのさ、うん、このメールをくださったお父さんにお会いするかもしれないよね。やばいやん、私の父がタイで翻訳の仕事をしてるっていうこと、ご挨拶しなければいけませんな、ね、あ、もしかしてアキさんのお父様でいらっしゃいますかってなるかもしれないから、まあなんかこうやってね、いろんななんか、まあ日本もそうだし、国境を越えてね、こうやっていろんな人たちとこうやってつながれる機会でもあると思うので、うん、スノーマンを知ってもらうためにもね、はい、写真撮りまくりましょう、写真を写真撮りまくりましょう、写真を撮りまくりますので、はい、ぜひ楽しみにしてください、お願いします、はい、以上スノートークのコーナーでした。はい、フジヤプレゼンツスノーマンのスノーマンマ、文化放送からお送りしております、フジアプレゼンツスノーマンのスノーマンマ、改めまして岩本ひかるです、向井浩二です。続いてはこちらのコーナーをお送りします、素の告白、私実はリスナーの皆さんに秘密にしていることを告白してもらうコーナーです。あら、いいんですか。それではメールを紹介していきましょう。じゃあコージ俺から行こうか。はい、オッケー。今回も選ぶので大変ですよこれ、お願いします。分厚いんで、
俺のターン、ドロー。ラジオネームこれか。ごめんなさい。絵文字が2つ。最近スノーマンにハマりました。26歳歌詞のママほからいただきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。福岡県の方ですね。ほ、私実は約4年ほど前にアームレスリング括弧腕相撲ですね、うん、女子の部で全国1位になりました。おー、すごいね。すごくない？はい。学生時代は小学校は野球をしており、中学、高校、社会人までソフトボールをしていて筋力には自信がありましたが、うん、アームレスリングの練習を始めて1年でまさか全国優勝できたので正直自分でもびっくりしましたと、うん、その後に結婚して今は3歳と2ヶ月の子供がいるためなかなかあの練習ができませんが、子供の手が離れたらまた練習しようかなと思っておりますと。ちなみにスノーマンの中では誰がアームレスリング強いですか、ひーくんですか、教えてもらえると嬉しいです。すごい、すごくない？初めて1年で優勝。どんぐらい参加者がいるんだろうね。いや、だからその体重別だったりとか、そうやんな、いろいろあると思うし、年齢もね、うん、でもすごいことですよ。かなり強い、その1年間強いってか、すごい、そのだからセンスもそうだし、うん、感覚がすごい鋭い方なんじゃないですか ね。センスと努力だよ。釣り、釣り手か上手か気になりますね。何ですかそれ、細かくお願いします。釣り手と上手だ、まあ、まあ大きく分けて2種類あるんですよ、そのアームの構えっていうのは。その上手っていうのはその手首をこう噛む、噛ませる、難しい、難しい、相手の手首と動画にしてもらっていいか、手首と手首がこうぶつかるみたいなのが上手ね。もしもし、難しい。釣り手っていうのは、うん、あ、なるほど、ちょ、分かりやすく説明して、うわうわうわ、そういう、もういい。いやいや、すぐすねるやん、ちょっとツッコミ入れただけや。でもちゃんとなんか真面目に。で、下手が何？もうそういうこと言ってない。下手が何？もう大丈夫大丈夫。上手と下手やろ。言ってない言ってない。上手がこう。アームレスラーたちに怒られるから。だから今俺が自分をフォローするためにもう一回説明して言うてんねや。でも、俺がさっき言ってたことは多分その、うん、メールくださった方は、分かってるはずだから。2種類やるってこと？そう。それだけ覚えててくれればいいよ。いや、大丈夫大丈夫。だから上手と下手だね。もう大丈夫大丈夫。上手と下手でしょ。もういいもういい。あのさ、アームレスリングを今から興味を、アームレスリングの話があったから、アームレスリングってこういう風に大きく分けて2種類あるんだよって説明しようと思ったんだけど、そうやろ、なんかちょっとボケられそうだったから。ボケてはないよ。ちょっと俺のこの熱がちょっと無駄になるぐらい、大丈夫大丈夫、すぐもう一回沸騰させよう。今大丈夫大丈夫。今だって聞きたい人いるよ。いや、もうもう私アームレスリング始めたかったのに。それなんかアームレスリングの YouTube 見てくれれば。まあ確かに、ね、アームレスリングの番組じゃないから。確かに確かに確かにね。だからそういう2種類の構えがありますので、ぜひチェックの方を。なんだよそれ。スノーマンやったら、スノーマン誰強いんだろうね。ラウールが強いんじゃない、まあ、一番誰やろうね。難しいね、スノーマンの一番って。一番筋肉があってパワーがある人が勝つんですよ。あいつ言うんだろうね、一番。誰だろうな、安倍かな。安倍ちゃん、安倍も、まあ、弱くはみんな強いと思うけどね、 うちは、はい、いや、テルニーやろ、誰がどう考えても。何、ね、それ言い方。テルニーやろ。俺の次に強いの。え、これさ、あ、これちょっとね、はい、俺最近来てると思う。ああ、まあそれでも分かんないけど、うん、俺が見てる分にはね。でもあんまりね、やんないじゃん最近。さあ、やらへん、アームレスリングとかっていうのは。やんないけど、ふっか伊達さんが割と強かったんですよ。でもラウも強いんですよ。ラウ強いのよ。俺全員そこら辺、そこら辺のラインが確かに、ね、ちょっと分かんないから、コウジがどこに食い込んでくるのか分かんない。ちょっと今度 YouTube でやらへん、アームレスリング大会。YouTube で、うん、ありじゃん。俺が審判すればいいじゃん。いや、それはダメですよ。え、倒したいんだから。俺を、うん、俺を倒したい。俺は神手でいくよ。まあ、神手が、神手はあるよ。俺は神手でいく。神手はちなみにあるからね。あるよね。噛むって、こう噛むってことだろ。そうだよ、自分の方にクイッてする。そうだよそうだよ。でやりすぎるとやっぱ良くないけどね、多分。どういうこと？こうやってやりすぎるとね、噛みすぎると良くないけど。コウジの思ってる噛むは多分ちょっと違う、噛む、噛みつくだから、うん、でもまあこのね、方はね、1年で優勝しましたので。いや、すごいよ。はい、まあ、スノーマンが一番強いっていうのは、まあ、多分ヒーくんやと思うんですけど、また何かの企画でやらせていただきますので、お楽しみにしてほしいなというふうに思います。
そうですね、はい、はい、ありがとうございました。はい、いいですね。じゃあひーくん、あ、ちょっと短めならいけるよね。ひーくん短め、短め、はいよ、じゃあ短めでいきますよ。はい、やっぱちゃんと答えてあげたいからね。コージくんの後頭部が好きなお塩さん、お塩、大阪府ですね。ありがとうございます。スノーマンの皆さん、こんばんは。こんばんは。私は13年、向井浩二が大好きなスノタンです。あら、ありがとうね。最近、会社の人にスノーマンが好きということがバレてしまいました。いいじゃんか。それは嬉しい話なのですが、何？普段は人見知りな性格で、あまり会話したりすることがないので、会社の人に、どういうところが好きなん？何に出てるの？とか、いろいろ質問されると、浩二くんの話を熱く語ってしまう恐れがあり、恥ずかしくて話すことができません。スノーマンの魅力を伝えたいけど、会社で見せている顔があり、惹かれるのではないか、などと思ってしまうのです。どうしたら私の本性を知られず、スノーマンの魅力をうまく伝えることができるでしょうか？ぜひアドバイスをお願いします。これからも応援しています。浩二くん大好きやで、だって。俺も大好きやで。あはあはオッケー。じゃあテルニーちょっと答えてあげて。最近やりすぎだよ。すごいすごい。ヒップの質。ヒップの質俺に。オッケー。それやりすぎだよ。大好きなんだよ。だって答えてあげてよ。いやだからコージが答えてあげて。俺だから。コージのこと。13年間コージのことが好きなスノタンだよ。ああ、だから俺のことを紹介するのが、うん、まあやっぱ恥ずかしいと、そういうことやん。正直。いや、まあ、嬉しいんだけど、うん、じゃあ、コージのこと紹介で、聞いてた。そう、自分は。会社の顔もあるから、そうそう、自分のスノーマンのこと語りすぎると、え？熱くなっちゃうでしょ？めっちゃ、スノー推しじゃんってなっちゃうから、うんうん、それがバレないように、魅力伝えることはって言ってさ。で、ちょっと恥ずかしさがあるわけでしょ？わかった。動画見せよう。YouTube とか？ YouTube とか。例えば、俺の、ことをい、あの、紹介したいな。あ、じゃあ、コージの、じゃあ、おすすめの、じゃあ、その YouTube。例えば、じゃあ、あ、これとか面白いですよってこれじゃ例えば見せるとするじゃん、はいはい、その会社の人に、はい、でスノーマン知ってもらうためにも、はい、そのこの方がお塩さんが好きな浩二を知ってもらうためにも、うん、おすすめする動画、うん、まあちょっと YouTube か分かんないですけど、まあ、僕のドッキリ集とかね集めて見せたら結構食いつきはいいと思いますけど、ね、ドッキリね、ドッキリ集、ドッキリグランプリとか、ね、はい、なんかそういう、まあ多分上司とかはね、なんかドッキリとかそういうバラエティ好きやと思うんで、ああ確かに、なんかそういうとこからから攻めてみてもいいかなと思いますけど、ね、ですって、うん、正解わかんない、ただ一回召喚してみて、俺のこと召喚、召喚してみて、その上司にカードゲームじゃないんだからさ、もう俺紹介しても、うん、もうかっこいい男でいるからさ、お、マジで信じてよ、ですってお塩さん、くぅ、じゃあ楽しみですね、その紹介した先の話が、はい、またねそれ報告した後の話も送っていただけると、うん、俺大体ねそれラジオの時毎回言ってんだよ、ね、俺今後どうなったかもう一回メール送ってっていうやつ毎回言ってるけど、ね、今度コーナー作るか、今後あのその後どうなりましたかコーナー、そうそうそう、うん、ちょそれちょっとお願いしたいな、ね、ぜひよろしくお願いいたします、うん、お願いします、お手紙ありがとうございました、ありがとうございました、はい、以上その告白私実話のコーナーでした、はい、それでは一曲聴いていただきましょう、曲紹介工場お願いします、わかりました、聴いてください、とてもいい曲でございます、スノーマンでオレンジキス、それではここで藤谷スマイルスイッチ部からのお知らせです、いいですね、元気で、ありがとうございます、ケーキ好きなみんなを美味しいケーキで盛り上げようということで、うん、スマイルスイッチ部と題して毎月おすすめのケーキを僕たちが紹介していきます、いいですね、藤谷洋菓子店ではクリスマスケーキの予約を受付中、いいね、ミニケーキも続々登場しています、いいね、そしてですね、はい、僕が食べるのはクリスマス、はい、ミニブッシュドノエル、うん、チョコクリームとチョコチップを巻き濃厚なチョコガナッシュで仕上げました、いっぱいアーモンドクランチがアクセントです、うん、とのことです、美味しそうねそれ、チョコ尽くしですね、ちょっと早速いただきますね、もうこんなクリスマスのシーズンなんですね、早いよもうクリスマスよ、いただきます、お忙しい、どうでしょうか、うん、食べております、あ、ココアスポンジが美味しい、おう、うん、濃厚、うん、濃厚だけどしつこくないし、うん、中のそのチョコチップがつぶつぶしてんだけど、うんうんうん、それがアクセントになるから、なるほど、うん、美味しいです、こちら食べれるのもクリスマスまでということで、ほ、もうすぐですよ、そうだね、今のうちに食べないと、だんだん寒くなってきてるし、じゃあ俺も食べていいですか、はい、僕が食べるのはですね、素晴らしいですよ、クリスマス雪降るダブルチーズケーキミニでございますね、ミニですね、まるで雪のような、
スフレチーズケーキとレアチーズケーキの2層に見立てましたということですね。めちゃめちゃいい色ですね。雪のようです。あ、ふわふわやね。スノーボー行った時に、一番上に滑るとこうパウディースモースノーっつってパウディースノーっつって今お相撲さん入ってきた。相撲ね。相撲やないのよ。突っ張りやないのよ。パウディースモー。あ、パウディースノーって。パウダースノー。俺はパウディーって言うのよ。パウディースモー。パウダースノーやねんけど、うん、ふわふわの雪があんのよね、うんうん。飛び込んでも痛くない。うんうん、あれですわ。あれ、これ、今それを、今俺が。そんぐらいだからふわふわしてるってことね。そう。ランディングしますよ、今。いいね。このレアチーズケーキも。めちゃめちゃうまい。いい甘さで。濃厚なんだけど、しつこくなさすぎる。でも上のスフレもチーズケーキなんでしょ、うん、そうです。あ、うまい。どんどん下に行くにつれて。いいですか。うん、変わる。徐々にその食べ方も楽しみつつ。さすがですね。で、上と下で、同時に食べるもよし。うん。一個ずつ食べるのもよし。分けてもいいし。うん。こうやって雪がね、食べていくと、ともに減っていく。寂しさもあるんですけど、そういう時はまた買ってください。さて、ここでリクエストが来ています。あ、出たな、いつものリクエスト。もうすぐクリスマス。今年の不二家のクリスマスのテーマは Precious Christmas for you。 めっちゃ発音いいやん。そこで、俺と過ごしたらこんな特別なクリスマスになるといったメンバーの皆さんの最高にハッピーなクリスマスプランをぜひ教えてくださいね。はいはいはい、はいはい、とのことです。あ、いいですね。コージ君どうですか。ちょっと難しいな。俺とクリスマスや、一日だけか。オッケー。俺とクリスマスを一緒に過ごしたら、そうやな、一緒に綺麗な雪を見れるでしょう。まあ雪というのはこのクリスマス雪降るダブルチーズケーキの上に乗ってる雪でございますけどね。なるほどね。はい。じゃあ二人でこれ見れるってこと。これ一緒に見れます。これ特別だと買ってあげる俺が。おう、これ、うん、食べたい。クリスマス雪降るダブルチーズケーキを買ってくれるんだね、コーチが。全部買ってあげる、うん。めちゃめちゃうまいから。ありがとうございました。しまし商品の画像は番組ツイッターでチェックしてください。はい、クリスマスケーキのご予約は12月16日金曜日までです、はいはいはい。今年はショートケーキ発売100周年を記念した特別なクリスマスケーキもご用意。ご予約お待ちしています。はい、ぜひ、今年のクリスマスも不二家のケーキでスマイルスイッチしてくださいね。うんうん、スマイルスイッチ部からのお知らせでした。ありがとうございます。うまいよ。スマイルスイッチ。日本でショートケーキが発売されてから今年で100年。実は不二家の創業者藤井林右衛門がお菓子で世の中を幸せにしたいと販売したのが始まりとも言われています。100年、この年月ショートケーキはたくさんの人を元気に笑顔にしてきました。今日も不二家はケーキの先の笑顔を思って作り続けます。ショートケーキ誕生100周年の今年、みんなをもっとスマイルにスイッチしたいから楽しい色々始めます。ショートケーキには100年分の笑顔がある。不二家。不二家プレゼンツ、スノーマンのスノーマンマ。文化放送からお送りしてきました藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、エンディングの時間になってしまいました。早いね。ここで僕たちスノーマンからお知らせです。はい、スノーマンのセカンドアルバムスノーラボ S2 が現在発売中でございます。はい、そしてこのアルバムを引っ提げて全国ツアーが現在開催中でございますと。はい、はい、この番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。ふつおた、スノ告白、私実はスノ会議、スノ迷い中など、番組宛てにたくさんのメールをお待ちしています。メールアドレスを工事お願いします。はい、 snowman@joqr.net、 snowman@joqr.net です。番組に関するお知らせは番組の公式ツイッターをご覧ください。はい、いよいよお別れの時間が近づいてきましたが、早いのよラジオはさ。実はなんと来週もこの2人でお届けさせていただきます。アンコール入りました。もう今ネットで岩本兄弟ってトレンド入りとかしちゃうから、そのね、そのまんまとかがトレンドしちゃって、今急遽決まりました。ということは来週また来なあかんやんか。はい、なのでね、マジかよ。まあ、ちょっとしょうがない、来週も聞いてやるかっていう方は ね、分かりました。ぜひ来週もお楽しみにしていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、はい、
お聞きいただいてありがとうございました。ありがとうございました。今夜のお相手はスノーマンの岩本ひかると向井康二でした。それでは皆さんバイバ イ。また来週。よ、おやすみ。富士屋プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、この番組は富士屋の提供でお送りしました。フジアプレゼンツ、スノーマンのスノーマンマをお聞きの皆さん、スノーマンの佐久間大輔です。アニメオタクの僕が毎週土曜夜8時からお送りしている番組、スノーマン佐久間大輔の待って無理しんどい、12月10日はこの方が来てくれます。アニメオタクの僕、キスマイフット2の宮田俊也だよ。宮田くんと二人でたっぷりオタクトークしちゃうので、みんな聞いてね。12月14日放送のアニスク、ゲストはこの方。ゴジラとエヴァとキングギドラがやってきた。林原めぐみです。ニューシングル「終結の果て」にリリースされる林原めぐみさんが登場。のんことのび太のアニメスクランブルは超 A&G プラスにて毎週水曜夕方5時30分から。どうも、真っ暗な部屋から失礼します。お天気のりです。ジャニーズ WEST。しちゃうから、そのね、そのまんまとかがトレンドしちゃって、今急遽決まりましたということは来週また来なあかんやんか。はい、なのでね、マジかよ、ちょっとしょうがない、来週も聞いてやるかっていう方はね、ぜひ来週もお楽しみにしていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、はい、お聞きいただいてありがとうございました。ありがとうございました。今夜のお相手はスノーマンの岩本ひかると向井康二でした。それでは皆さんバイバイ、バイバイ、また来週。よ、おやすみ。富士屋プレゼンツ、スノーマンのスノーマンマ、この番組は富士屋の提供でお送りしました。フジアプレゼンツ、スノーマンのスノーマンマをお聞きの皆さん、スノーマンの佐久間大輔です。アニメオタクの僕が毎週土曜夜8時からお送りしている番組、スノーマン佐久間大輔の待って無理しんどい、12月10日はこの方が来てくれます。アニメオタクの僕、キスマイフット2の宮田俊也だよ。宮田くんと二人でたっぷりオタクトークしちゃうので、みんな聞いてね。12月14日放送のアニスク、ゲストはこの方。ゴジラとエヴァとキングギドラがやってきた。林原めぐみです。ニューシングル「終結の果て」にリリースされる林原めぐみさんが登場。のんことのび太のアニメスクランブルは超 A&G プラスにて毎週水曜夕方5時30分から。
どうも真っ暗な部屋から失礼します。お天気のりです。ジャニーズ WEST